こんにちは、タイガー桜井です。そして山本です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日ですね、ようやく私にも、せつなが登場いたしまして、おはようございます。こちらですね、ムービー回しましたので、そちらを今見ながら振り返っていこうかなと思います。それではお願いします。はい、パーティーなんですけれども、ルールどうでしょう。俺まだセスラーでルー使ってないから。強すぎルー、超運超運ルーですね。なるほど、はい、やっぱずっとね、先月まで、モネ入れて回ってたんですけど、うん、ちょっとクビにしたら、周回速度が上がりまして、あっと奈落のね、奈落の周回速度上がりまして、効率アップしました。悲しいですね、はい、ちょっと悲しい。もうやっぱモネ好きだったイメージがすごい。いや、あいつも強かった、あいつも強かったんだけど、やっぱ貫通だとね、どうしてもやっぱ安定はするけど周回速度がね、ああそうっすね、ちょっと短くなってしまうのかなと、はい、思います。そう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 、大丈夫よ。はい、で、俺はもう結構刹那、まあ、言うてルー出たし、紋章も2人いるし、まあ、これはね、と思ってるけど、いい感じのメンツで、もやべえ、負けるかもってもうここで思ってます。もうこれやばいと思ってます。でもここは少しは多分扇風機だよ、うん、そう、扇風機たまると5ターンでパカするんで、うん、やばいあそこターンしかない。いやー、この すごい周回してますからね、はい、あれだよね、はい、重みが僕は多分180周とかだと思いますね、合計で。なるほど。先月もあんま回ってないんで、先月は、うん、1ヶ月目と、まあ、今月ちょっと結構回してみたいな、そんな感じでございます。さあ、ここでショットする順番を表示。あー、なるほど。そう、これやっぱ普段してなかったんで、次の超運どっちかなみたいな、あの真ん中にいる超運どっちかなみたいな、ね、なるほどね、お前そっちかって。便利だ、昨日もやりましたね、はい、これすごい便利でした。ここも結構ドキドキするステージですからね。そう、あれ、こいつらって何回殴れば当選。あー、なるほどね。クリティカルが出たから何もわからない、何もわからないっていう。まあ、はい、4回ぐらいかな。4回ぐらいっぽいですね、うん。まあ、ここは倒してしまえばね、サメの方はね、はい、蘇生がないんで。あれ、これなんかこれ全部当選じゃねとか思ってますこれ。本番この後だね。うまい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 。そして私舐めてみました、この玉ねぎ。来た来た。この玉ねぎ私舐めてました。え、どうしますかこれ。この玉ねぎなんと3ターンで即死持ち。でもまあ弱点1回殴るよね。そして全蘇生。モネいない。やばい。なるほどね、そっかそっかそっか。あれもここね、スピードアップ2枚やっぱ強いよね。そう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 、やっぱルー強いっすね。でもやっぱこれやって思ったけどね、よく宮坊クリアしたなと思った。いやー、いや俺も思ってるよ。よくクリアしたな、よくクリアしたなと思って。いや、ほんとだよ、はい、いや、惜しい惜しい、ほんとにね、もうほんとに俺負けると思った。でもあん時さ、すごい配置良かったからさ、一筆でいけたよね、ここは。じゃあこれすぐ終わったかね。そう、うん、配置が良かったんだよ、ちょうど真ん中ハマった時は、まあルートはなんか程よいのかな、うん、うわー、これでやべえ、あいつ1って書いてあるよってこれ焦るわ。1って1って、しかもそんなによろしくないね、その。あ、でも直殴りでいけるな、普通に逆転殴りだと反対しなくて。そうそうそう、あれ一回反射でいいから殴りに行った、うん、一回リセットしに行くっていうね、はい、まあ、それ大事だよね。まあ SS もダブるしね。そう、今ひらめいじゃん。まあまあまあ、で俺ここら辺で、あれあれ、ここハートなしだったっけみたいな思い始めます。だいぶないですか。あれ、ハートありますよ。ハートなしか、もしかして、もしかしてここハートなし、ええなしみたいななしだったらマジやばいじゃんみたいな、ここでとグだったら、ね、そう思っ、まあ、最悪ルール SS あるかみたいな、あれなしだったかもみたいなマジでなしだったかもしんないと思い始めてます今。でこうなってしまったら結構あれだね、配置的に結構難しいね、思ったけど無理よ、真ん中にいる時じゃないと倒しにくいな、ここ何も見えてないです。ほんとルー便利だな、それだったら。この12ターンで打てる貫通がめっちゃ強いな。うん、ほんとね、ここかね、ルーいなかったら俺死んでた絶対。打ったわ、ちなみに。打ったよ。あーでもやっぱルー優秀っすね、うん、ルーいないと、ほらもうハートなし、ハートなしだもんだって。確かに、なんか、あ、HP がなんかすごい減ってるわけでもないから。そうかな、あんま出ないのかな。もうこの玉ねぎがじわじわと削り出して、逆にこのじわじわ感が嫌だね。やばい、ハートない、ハートない、焦る、ハートないよって。まあここはルールですね、貫通がどうですね、はい、太陽の輝とともにね、犬が見え、こうあると、はい、はい、強い、まあ、これができるのがルール。
スタート。スタート。で次があれだね、12回の。そうですね。はい、であれここむずくね？なんかステージ入るたびに思う。あれここむずくね？なんかさ、貴族性じゃないからこことかも不安になっちゃうんだよね。うん、なんかやだ。ここなんか上の方にルー2人いるけど大丈夫みたいな。確かに思う、うん、すごいループしちゃいそう。そう、ここの超運頑張らないと死ぬなと思って、ですごい頑張ろうとしたんですけど、でも今の一手でかかったね。あそこ決めてなかったら結構終わってたかもしれない。怖いかもしれない。こう上から行ってデプス、なるほどね、デプスに触れない。なるほどで、もうやばいなと思ってます。ストライクショット打つの前からやばいと思うの早い。まだ大丈夫だよ。7だよ、うん、やばいよ。これはだってあ、これで対水ついてるかなっていうチェック。なるほどね。対水はついていなかった、もう5つつけたいよねこれ。わかる。5つつけたいと思ったこと結構あるんだけど、この紋章力、ね、全部つけたいね。え、こう角度つけて、この時のちょっとはっって、はい、まあでもね、あの比較的ね、12回は苦手ではないはずなので、さあこれでスピードアップも使って押していく、して、あ、よかった、あと5ターンあるけど全員配置終わってんなと。5ターンあればまあ倒せるでしょう。倒せるでしょうと。いいよ。もう一回って、なんであの矢でちょっと出てんだよあいつ。ねえ、減速するからやめてほしいよね。お次がか、もちろん、あ、でもいいループができそう。あ、気持ちいい。素晴らしい。倒し切ると、はい、なんとかここは突破いたしました。で、お前まだえぇ、ー、ってならないこれ。なる。終わりじゃないのって。俺は初回そう思った、うん、マジで。いや、こっからお前、しかもこいつハートなし今ね、今来たけど。いやでも、こいつ火だめすげえ痛いんだよな本当に、はい、この即死だけじゃないっていうレーザーが。ここルー絶対撃ちますね、これ超強いわ、この人。ルーは便利だな、この人超強い。やっぱりやっぱ回転いい SS いいっすね、高難易度で信頼できるね。で次もルートで、ここも木が2回振りなきゃ倒せない。そうで、両方倒さなきゃいけないっていう互い蘇生なんで、もうこれむずいよね。もうほんと死んだと思った。いや倒せみたいな。優勝で、それ今たくさんの当たってるの倒してんだよ多分。ゆっくりだったから、うん、で、何今のダメージ、倒せない痛い。ここでも結構ルー使えんのか。してこいつ地雷を1個持ってるから、地雷ならワンパンでしょう。そうですね、2倍なんで。お前うわ、あ、これ焦る。これ焦りますね。で、あの、あ、これ H だ。目玉のレーザーやだな、うん、でもそんなこと言ってらんねえな。そんなこと言ってらんないですね。これで、地雷持つ。焦るこちらの目玉に座れちゃったのか。ルーのおかげですね、うん、さあこれでハマりに行くムーブと。さあでもなんかここも早いね、あと6ターンっすもんね。ハート出ねえな。でここで白と丸出しショットするんですけど、やっぱダメージ伸びずハマれず、うん、まあ今角度的に結構難しかったね、弱点狙うの。あー、 SS ターンチェーン。まあほんと右に来てくれてありがとう。逃げてくれてありがとう。刹那キラーも、いや強っ。それやっぱルーの火力強っ、でかいですね、うん、刹那キラーで、ここ俺は本当にもう泣きながらやった。あー、ここは難所っすね。これ紋章なかったら結構きついもんな。本当に泣きながらやった。うん、俺もここで初回やった時遅延打たされたもんね。マジ絶対もうこれ死んだなと思った。あ、でもめっちゃいい削りじゃん。めっちゃいい削りでしょ。うん、でもね、倒せなかったんだよね。余裕で回復すると上が残るのかな、じゃあ。なんかここで多分あの左のやつ踏まずに行きたいなとか思ってたんですけど、確か踏んだんですよ俺。ああ、ほんとだ。そうそうそう、ちょっと
踏んでなかったら大丈夫そうだね。踏みたくなかったんですけど、ね、うん、踏んでましたね。でこれでちょっとやべえって、やべえな、3って書いてあるって。しかもこれはもう倒しに行ってるの。これはなんか右のやつだけ倒せば、あ、うん、今のも多分想定外の動きですけど、これで縦に並ぶから挟まれるかなと思ったんですけど、挟まるっていうのは結構あれだよね。海ってこれどうやって挟まるの、縦薄くみたいな。なんかさ13国とかさ、だいたいあのこいつら適当に倒すじゃん、うん、適当に倒す、なんかもう普通に前田刑事が踊って終わるじゃん。わかります。あれこいつらどうやって倒すんだろう。前倒したの見た時は浅く行って倒してたね。へえ。ガーって入ってってみたいな、うん、であれやばいと、これやばいね、あと行ったんで、あと行ったんだよ、ブリトラがマックスあると。ブリトラがえ、これこれやばくね。あ、ならとりあえず行ったね。うん、でも、でも次上でまたやばいやばいやばい、しかもボス6ターンしかない。そう、え、こっから負けんの。負けない。あ、違う、こっからそのここからなんとか取り返せる。取り返した、取り返した、すげえな。え、こっからよく取り返した。もう俺絶望してます、これ。これ結構絶望するよね。うお、もう、え、ほらほら、やばい、あと5ターン、5ターン、5ターン、5ターン。で、これ本当になんですけど、これあの超運、どっちかが最初と遅延受けたら死ぬんですよ。あー、そうだね、遅延打てばそっか、伸ばせんのか。そうそうそう。で、次これでいい感じの削りをして、あ、いい感じ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 、ああいつあいつ一番初めのあれからちょっとリズム狂ってるね。これ難しくない、ここ。これ一回狂っちゃったら難しいね、うん、で、これもう考え、これはもう左のやつジャック一回ワンパンしてくれという祈り、反射でもう右ハマっていく感じか、ブリトラ。何もルート見えなくない、これ。右壁、弱点、右挟まり、うん、ああ、なるほどなるほど、うん、俺はこれ、うん、これで奇跡の撃破。おお、強い強い。そしてしっかり弱点殴れたのが出た。ストライクショット遅延の、うん、そうです、弾が刹那、なんと、あ、避けた避けた、3P を避けていく。ロッキーロッキー。そう、これでこれキーハートもあるしね、うん、ありがたいね。で、これあれ、これどうやって殴るの、これウィンドされちゃうとね。これええってならない、これ。なるなるなる、一旦なる。上の手がね、こういうギャップでね。そうですね、下の手がダウンなんで、次で下までダウンさせる。なるほどなるほど。これでアップして、お、いいんじゃない、いいんじゃない。300万ダメージで、ルーは2人とも腹痛がついているので、そこの遅延で、あ、一応あの下の手まで当てに行こうという。そう、ミヤボー最後、うん、昔あの最初の動画のね、ね、あのちょっと真似をしよう、あれ結構でかかったからね、はい、この調整も結構なんか超運のスピードで速いからさ、うん、ちょっと怖いよね。うまい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 、うますぎる。ちょうどなんか止まってくれたね、あそこでね。 で次のターンにあれ反撃モードがなくなるので、なくなるとダウンが、まだダウンしてる。ただ、まあ、ほんとルーは両方あれついてるんで、うん、だこれもバフつけても良さそうだね、右に、右上のルー思考中。ここ大事なとこですかね、うん、あともう4だからね、さすがに。でもルー SSR のでけえ、次。そうなんですよ、うーん、でかい。まず弱1回触れようという。あー、強っ強っ、え、嘘強っ、え、マジこんな出んのか。強いんですよ、この人。やば、やばくないですか、これ。ここはもちろん、そうそう、うわ、マジか。やっぱ今の削り見たら、弱触れれば倒せるというね。なんでよ、入れとくじゃん。いや、こいつね、入れとくっすね。なるほど、弱点殴ってないですだからもう本当に
負けた、俺この人たちがいなかったら。いや、これホットできましたね、一旦、うん、でもよかった。で、次長雲スタートで、あ、ここはもうあれですね、奈落だからね、奈落のステージ、奈落の中ボス1位と一緒ですね。あ、でも攻撃倒してるのちょっと萎える、萎えますね、これ、うん。いや、俺はここでゲームイズ見に行ったんだよ。行った。ゲームイズ見に行ったら、うん、闇属性の敵から倒すって書いてあって、なんでだろうって思いながら闇属性を出しに行った。あれも倒しやすいからじゃない、やっぱ闇の方がダメージ的に。今、うん、ダウンしたけどね。そうですね、余裕で倒した感じだから、まあ、倒しやすいのから倒すのは大事そうっすよね。おー、ナイス、うまい、スムーズスムーズスムーズ、そこスムーズでよかったと。殴ってる殴ってる殴ってるこれもルーの強さですね。余波で殴ってる。さあ HP も結構あって、ルーのターン、さあ刹那キラー、刹那キラースピードアップもいい感じに乗れそう。弱点を狙っている。え、やばすぎる、こいつ、この人強い。いや、マジかよ、この人強い。いやー、やばいな、こいつとんでもねえな別にルーの位置もいい。さあ、ここもね、結局俺、これ似たんで即死即死みたいなこと言ってたけど、これ即死じゃないっぽいんで。じゃないらしいですね、うん、最初マジ怖、うん、何も分からなかったら怖かったけど、これ即死じゃないっぽい。さあ、で、ここで攻撃アップしながら、ですね、これもどうやって殴るんだろうって思って、ここ服つついたら結構ね、うん、服確か弱だね、殴りたいんだよね、確かね。そう、なんか弱じゃなかったのか通りづらいみたいな。でも通ってるからね、一旦ね、やっぱこの過激パワーと、うん、厳選大事っすね。そんで、この長雲は何したか覚えてないで、でもとりあえず弱点触れたいよね、うん、一旦全然何したか覚えてない。ちょっとでもいいからマジ記憶なくなるのめっちゃ分かるわあれ通らねえな、あの攻撃アップ多分左のやつ、ね、受けてなかった。はいはいはい、なるほどなるほど、早すぎて。それやめてほしいよね、ぶっちゃけ即発動してほしいわ、触れてんのに。え、これ攻撃アップしてるから、もうポンポン、あ、そうっすね、ポンポンポンしようと思って。いや、やばすぎるこいつ。いや、こいつやばい。え、難易度激変わりじゃんこれ。ほんと激変わりだった。ほんとにほんとにルーになって負けてたやばいね、こいつ。さあ、ここここめんどくせえところ。そうっすね、でも遅延もあるし大丈夫でしょう。うん、さあ、ルー、ここ南からね、ここはね、位置的にもやっぱりスピードアップもなんか運命、ディスティニー的に湧いてくれたからいけるでしょうと。ウェイ、ありがとう、靴ナイス、お願い。そんでもって次は超、あ、これアップしてない、あ、ダウンしてんのか、ダウンだ、だから剣打とうと思って。まあ、こうしっかりね、うん、ここで出してしまうんですよ。スピードアップもあるし大丈夫でしょと。デスニーショット、この素人丸出しショットが悲劇を生む。これね、ほんとね、絶望してます。いや、これ丸出しっすね今ブロックってことっすよね。いや、普通になんか赤ドラゴンの間でループしちゃう、うん、これ怖い、あ、くつくつくつ、頑張れ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 、これ焦る、マジで終わった。いやー、ルー2発あるから、これなんならルー打ってもありだね。でも打たなくてもいけそうだな、これは。いけそうっすよね、うん、ここでまた素人丸出しちゃってでも剣もあるよ、剣、これ剣取って説明よかったね。普通にこれ外したんですね、もうちょい右だったんだ。あ、惜しいじゃん、マジで。もうちょい、もう1ミリおこ、ミクロン、ミクロン1ミクロンの差で、これでもう刹那行くんですね。もう怒った、これ怒ったけど、この SS もなんか微妙な感じするよね。なんか、うん、あ、これ横で打つの、横にした、よく、うん、横に剣あるし、みたいな。あ、なるほどね。そうか、アンチブロックつくのか。そう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 、なるほどなるほど。
え、横でよかったと思うな。さあ、これで、いや、いた、ひらめいた、ひらめいた、ひらめいたして、ハスの花は反撃くれない、いい加減してくれと。いや、いい加減してほしいですね、これ。まあ、でもこれルーがまたまたまた、マジここ殴り方わかんねえよ。あれ、触れてねえのかよ、あれ、鼻触れてなければ、アジサイ触れてねえのかよってね。えだってこれってさ、村正倒してアジサイ触れてボス流れだけでしょ。ハートわかんない、嘘そうそう、嘘スノードキ湧いてんじゃねえよ。ほんとハート出ない、このクエスト。なんかあんまりヒット数稼げない。これ真ん中の玉にもね、できれば当てたい。うますぎる、うわー、単なる今ので倒したかった。でもここルーがマジヤバいっすよね。ルー残ってっからね、な弱点そこかいと。でこれは強欲に、あ、強欲っす、打たずに上を狙っていくが、ハマらないと思いきやのハマるー。はい、ハマるー。あれ SS も終わったよね。終わったな。うん、はい、という感じでした。いやね、舐めてた正直、マジでこのパーティーじゃなかったら負けてた。いや、マジルー強いな。うん、でも本当にマジで見覚え、紋章なしでよかったなと思って。いや、なんで勝つか、いや、俺もうやりたくないもん、ここなんか心臓に悪い。え、でもみんなで、紋章を出し合ってやれば、うん、多分、うんうんうん、もうちょっと楽かなと。難易度もそこそこ落ちると思うんで。でも、あのブリトラやべえよ、あれ。なんかソロでやってると、その孤独に勝たなきゃいけないから、まずその刹那じゃなくて、まず自分に勝たなきゃいけないから、うんうんうん、そこがね、だから、うん、マルチって素晴らしいなって。いや、でも本当にあのブリトラは自分に負けそうになった。あの最初でなんかリズム狂ってからやばいね、うん、これもう無理かなって。あと3って書いてあるしな、あと1だしなみたいな。いや、これがエクストラですよみたいな感じ出してくれたね、うん、いや、びっくりしました。あれも難しかったです。取れてよかった、よかったです。これどう、もうでも本当になんか一つやっぱりこの何荷が降りたというか。あ、そうだね、あのすごいね、心が豊かになりました。エスナ取れてもう楽しかった。いや、なんか本当豊かわだかまりがほどけたね。ああ、俺全然思ってないんだっていうわだかまりがあったのかな。まあ、ありますね、それはね、やっぱり。うん、いや、よかったです、ほんと、ありがとうございました。よかった。負けたら多分俺はね、寝込んでた。うん、うん、多分言ってたもんね。いや、俺負けたら本当にもうちょっと今日はちょっと寝たわって。そう、深夜にゲームやる約束したんですけど。そうそうそう。まあ、楽しかったんで、これから使っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。おめでとう。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。今日はババゾノさんお休みです。バイバイ。世界